近鉄長島駅は、三重県桑名市長島町西外面にある、近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E12。当駅は、名古屋線では、三重県最東端、最北端の駅で、東駅祖側を越えると、愛知県に入る。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅である。駅舎は1番乗り場側にあり、2番乗り場とは、 校内踏切で連絡している。ホーム有校長は、急行が臨時停車することを考慮して6両分ある。桑名駅管理の友人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日の乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 近鉄長島駅の利用状況の変遷を下表に示す。旧長島町の中心部に位置しており古くからの住宅や個人商店が多くある。桑名市が運営するコミュニティバス、K バスのうち長島ルートが運行されている。いずれの系統も東駅もよりの長島駅前バス停を複数回経由する。東駅と町内の最南端に位置する総合レジャー施設の 長島温泉とは約9キロメートルの位置にあるが、当駅からの路線バスはなく、公式サイトでは名古屋駅か桑名駅を利用するようアナウンスされている。また、同じ企業が近隣で運営している植物園、名花の里も同様のアクセスとなっているが、当駅を中心に開催される際時、ウィンターイルミネーションの際のみ当駅より路線バスが運行される。これは、 鉄道会社、バス会社、施設運営会社の協業により公共交通機関の利用を促進することで道路混雑を緩和する目的の一環として企画されているものであり、近鉄による急行の臨時停車や施設の入場券を含めた割引乗車券の設定なども合わせて実施されている。ありがとうございます。